お待たせいたしました。肺がんアカデミーチャンネルの時間です。今回は肺がん手術へのステップということで、病院を受診してから手術までは流れを見ていきましょう。では早速始めましょう。まずはいただいたメールを紹介します。肺に影があると言われて受診を進められました。初めてのことでどうしたらいいかわかりません。確かにそうですよね。 多くの方は不安な気持ちのまま受診されます。普段行くこともない病院だと、なおさらですよね。では、肺がんで病院を受診された場合、どのような流れで手術まで進んでいくかを実際に国立がん研究センター東病院を受診した場合を例にしてみましょう。ただし、病院によって多少異なりますので、ご了承ください。肺がんは町の検診や かかりつけ医の定期検査、または他の検査で偶然見つかるという場合があります。それをきっかけで、総合病院や専門病院を紹介され、受診することになります。ただし、国立がん研究センター東病院は、紹介状が必要になるので、ご注意ください。まず、初診外来を予約する場合ですが、がんセンター東病院では、主に薬物療法を担当する呼吸器内科と、 手術を担当する呼吸器外科があります。今回のように、手術の場合は、呼吸器外科の予約を取っていただくことになります。また、呼吸器内科の初診外来を受診し、手術と判断された場合でも、そこから呼吸器外科を受診していただけるので、どちらを受診したらいいかわからないと不安になる必要はありませんよ。呼吸器外科を受診され、さあ手術だという気持ちになるかもしれません。 いやいや、手術までの道のりはもう少しありますよ。手術を受ける前に様々な検査があります。まずは、ステージの評価です。ステージごとに治療方針が異なるので、ステージの評価は必須です。具体的には、レントゲンや CT、ペット検査などで患者さんごとにステージを評価します。 肺がんのステージに関しては過去の YouTube でも解説しているのでそちらをご参照ください。次に体力の評価です。手術に耐えられる肺機能があるかを評価するため呼吸機能検査を行います。これは体力測定などで皆さんは一度はやられたことがあるかもしれませんが肺活量などを調べる検査ですね。他には心電図を用いて心臓の機能を評価します。 場合によっては、心臓のエコーも追加します。続いては、組織の採取に関する解説です。組織を採取する目的は、肺がんの診断を確定すること、または、ステージを評価するために、リンパ節転移の診断をつけることです。採取方法には、気管支鏡や CT を用いて、体の表面から針を刺して組織を採取する、針聖検などがあります。ただ、 実際に行われたのは全国のデータを見ても60%と半数強にとどまります。残りの40%は組織診断を行えない、もしくは行わない患者さんになります。これらの理由は次回に解説しようと思います。ここまで来たらいよいよ手術じゃな。まだです。手術の前にオリエンテーションがあります。 手術の前のオリエンテーションですが、国立がん研究センター東病院では、手術準備外来という名の外来を受診してもらうことになっています。そこで行うことは、まずは治療の意思決定支援です。患者さんとご家族が病状や治療のことを理解しているかを確認します。そこで必要なら、主治医と再度話をする機会のセッティングを行ったりします。 次に、オリエンテーションです。予定されている手術内容に沿って行います。リハビリテーション指導や準備物品の案内もここで行います。さらに、患者さんのリスク評価も行います。患者さんのリスク評価の目的は、リスクを評価し対策を行うことで、術後合併症を予防するためです。リハビリテーション科や精神科、 薬剤指導や歯科を受診していただき、様々な方面からサポートを行うことで合併症の予防に取り組んでいます。まとめです。肺がんを疑われて症害になった場合、まずは検査を行い、ステージングすることで一番適した治療を選択します。次に、手術のリスク評価を行い、手術に耐えられるかどうかの判断をします。その結果をもとに、 合併症予防対策を行い、手術へと向かいます。今回は病院を受診してから手術までのステップを解説しました。手術までのイメージを少しでも持っていただけるようになったのなら幸いです。国立がん研究センター東病院の呼吸器外科について詳しく知りたい方は、ホームページを参照してください。また、ツイッターも行っていますので、ぜひ立ち寄ってみてください。 この YouTube チャンネルのグッドボタンもよろしくお願いします。では、人生100年時代、癌にも負けず頑張っていきましょう。